私が怖かった話していいですか？あ、どうぞどうぞ。タッチャルさん連れて車でね、うん、行ったんですよ、心霊スポットに。うん、そしたら道がない道を行けって言われるわけですよ。あ、はいはい。でね、どん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 登っていったらね、JAF を呼ばなきゃいけない事態になったんですよ。あれが一番怖かったですね、私は。あれ本当怖かったですね。いや、まあ、どうしようかと思いました、あれ。あれでも私が見ているナビちゃんは道路なかったんだよ、でもこっちあるからなみたいなね感じで行きましたもんね、うん、あれが一番怖かったですよ、本当に。どうなるかと。うん、これ道ないんだよなって後ろでブツブツ言ってたんだけど、いや道ない、でも道向こうあるよ、いやないでしょう。でも道はあったじゃない、うん、実際にはあるんですよね。実際にあるから、あれこっちのやつはきっと古いのかな、それともなんだろうなって、うん、でもほら真っ暗だからわかんないじゃない、うん、あれはもう本当参りましたね。参ったよね。いや確かにこちらはね、立原さんもお連れしてるわけですよね、うん、ってことはこの状況を打破しなきゃいけないけれども、自分ではどうしようもできないって状況が冷やせもんでしたね、うん、本当、うん、でもあそこさ、よく暗い道を下まで下ってったね。あ、え、どういうことですか？ほら、迎えに行くときにジャフを迎えに行くんだって言って、街灯もなさそうな真っ暗い道をさ、さすがに漆黒の闇だったらちょっと怖いですけど、うん、あの程度の山道だったら全然平気ですね。迷子になるんじゃないかと思ったもん。ああ、全然大丈夫です。いや、本当に、あれだけは怖かったですね、本当。うん。申し訳ございませんでした、本当。ダチャラさん、あの時は。とんでもない。あれはあれで美味しいんですから、うん、いいんですよ。ジャフの人のドラテクすごかったっていうね。いや、本気ですごかったですね、あれはね。うん。半端なかったですね。おじちゃんでしたけどね。おじちゃんすごいプロのテクニックよね、でしたね、ほんとね、うん、サクサク仕事して、しかもしかもめちゃくちゃでかいトラックで来てるのに、あの山道登ってくるんですからね。そう、細い道なのにっていう、ねえそうですね、サクッと引っ張り上げて、あ、上がりましたよ、はい、あ、うらうらうらとか言いながら、そうでしたね、ああ、もう大丈夫ですよーと言われて、あれは本当怖かったね、こんな話も差し込んでいきますよ、はい、いますよ、はい、本当に。でも怖い体験ってそうそうないですもんね。楽しんじゃうからいけないかもね、うん、でしょうね、多分すっごい楽しくなっちゃうもんね。そうですね、電気切れた電気出ちゃったよとかね。いや、もうあれもあれでね、違う意味で汗かきましたよ、本当。うん。そうですね。ダメこれって言いながら、普通だったらキャーなんだろうけど。キャーでもなんでもないですよね。急に突くんですもん、ポッと。そうそうそう。あ、これもうダメだって言ってるのに、ポッと突きますからね。そう。いろいろありましたね。うん。でも結局原因わかんないですもんね。原因分からない。電池は切れてないし、急に切れて、あ、もうダメだ、じゃあ帰りましょうか、なんとかでね、なんつって、じゃあしょうがない、諦めましょうか、つったら、ペッてついて、カメラはいくら固定しても、カコンってなるし、そう、そうでしたね。なんでって、そうでしたね。ガチガチ止めてるのに、落ちるわけないじゃんっていうのが、カコンって落ちてね。カコンできましたね。うん。あれもあれで変でしたね。これは大変だって言いながら、結構みんなして楽しんで、もうしょうがないね、なんもないねって言いながら、なんもないねって言ってるところにパコーンと映って、あれなんか撮れてたみたいなのもあるしね。撮れたのもありましたね、そういえばね。ね、いや、撮れてるなんて思ってなかったですからね。そう、いるのは分かってるよね。あそこにいるんだよ、ここにいるんだよ、こうなんだよ、あんなんだよって、じゃあちょっと確かめてみようかっていう時にはもうそこに映り込んでるのは見えなかったからね。そうですね、あれね、あの回の時に、うん、これはまあちょっと分かんないですけど、アマゾンで買ってる人は見えるんですけど、
うん、あれ映った時の回って、うん、映った時のところよりも先に行ったじゃないですか。はいはい。あの時に後ろからなんか来ませんでしたって確か自分言ってるんですよね。うん。でそれだったのかなって気がしなくもなく、うん、でもまあ実際はわからないので気のせいってことにしてしまうんですけれども、うん、まあよくわかんなかったですね、あそこは本当に。そうね。うん、ただやってて超楽しかったけどね。そう、立原さんのテンションが変わった時が一番やばい時ですよ。で本気でやばい時には立原さん降りてきませんからね、これね。そうそうそう、得意の降りないってですね。本気でやばい時には降りないので、そこがやばいって気づけばいいんですけど、それは言われるまでわからないんですよね、うん、私はね、うんうん、あれ降りてこないな、おかしいな、何もないのかなって思っちゃうっていうね。何もないから降りてこないんだ、うん、きっとって思ってたら本当はそこがやばかったみたいなこと後で言われるっていうね。そうそうそう、うん、いろいろありましたね。黙ってないといけないなっていうね。そうですか。うん、まあいろいろですね、そこら辺はね、うん、いろいろあるね。でも、あの心霊スポットっていうのもなんかこう噂で訪ねていって大したことないな、あんまりこんなの期待できないなっていう方が結構期待できますよね。うんですね。うん、実際にもうここは違うっていう場所何か所かありましたもんね。あったけど、うん、この鳴り物入りでバーって行ったら晴れっていうのがあっていじけて帰ってくるとか、そうですね、ここは大したことないよね、まあ誰かな、空振りかななんて言ったらば、うわすごっていうのもあったし、うん、なんかその行ったタイミングもきっとあると思う。ですね。うん。そのタイミングも絶対あるし、毎回行ってゼロなのか、その時だけゼロなのかは分かんないけど。あれ、だからそれが一番困るところですよね。うん。行く側としては。ねえ、期待して。何かあるからっていうので行ってるわけで、まあ何もないかもしれないっていうのは、まあ前提としてはあるんですけど。うん。A っていう人がね、 A さんが行った時には何かあって、 B さんがいたら何もないっていうのもね、結構多いので難しいところなんですよね。難しいよね、うん、だって下見に行ってこういうとこありますけどどうしますかなんて、じゃあ近いからちょっとだけ見ましょうかって言った時はむちゃくちゃ盛り上がって、うん、あこれはいけんじゃないって言って改めて来ましょうって言ったら何もないっていうね、あれはどうなっちゃったんだろうって、うん、そういうことだってあるしね。まあ、撮影するってなかなか一朝一夕に行きました撮れましたなんてことはほぼほぼないよねって。うんですね。うん、笠間城跡は小学校の遠足の場所でしたよ、40年前ですけどって書いてくださってる方いますね。あそこ綺麗になってたもんね。いやー、私はあの綺麗になった方しか知らないので。あ、そっかそっか、前はもっと周り舗装されてなくて、枯葉とかいっぱいあって滑りやすい場所だったのよ。うん、そうらしいですね、なんかね。そうだけどなんかすっごい綺麗になっちゃってて、うん、ただあの横の井戸のところはクモの巣がいっぱい張ってて、そうでしたね。これがねちょっと怖かったけど、だからあそこの場所に、うん、見ると呪われるって言われてた井戸があったってことらしいんですよね。あずまやみたいな感じになってる場所も確かあるっていう話を聞いたんですけど、はい、私が初めて行った時もあれはなかったので、うん、うん、まあ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 って感じですね。ね、うん、なんかすごく散策するのにも夜行っても全然ああこういうところねっていう感じでね、うん、変わってしまうと、そっか、時代とともに変わるんだなって思うところもあれば。まあまあそうですね、時代とともに変わってしまいますね。うん、昨今言われてるのはあれじゃないですか、もう10年近くなるかな、心霊スポットって言われてた廃墟が軒並みなくなってるっていう。ああ確かに、うん、っていうのが結構あるので、うん、まあ、検索をした結果でこう出てくる写真とかがまああっても、うん、もうすでにその場所なくなってますよっていうのが結構多いみたいですからね。うん、うちの周りもね、1軒2軒もうないよ。うん、うん、変わっちゃってるしですよね。うん、なのでまあ実際に入ったりする人がいて危険っていうのもまああるんでしょうし、うん、ね、そういうのもあったりするでしょうからね。うん、
ねえ、この辺ですごく有名だったところがあって、私行ったことはあるんだけど、中には入れなかったね、やっぱり。なんだろう、ベニヤ板が貼られちゃってて、中には入れなかったね。だけど、外側から見る限りでも、写真を撮ったらきちんとオーブが写ってて、あれ、中入れたらもうちょっとすげえの撮れるんだろうなと思って帰ってきたところが近くにあるんだけど、そこも取材に行って、その1年ぐらいでなくなっちゃったかな。あっという間にもう取り壊しになっちゃって、なくなっちゃってるし、もう一軒、もういつも遊びに行ってるところで、そう、すごい心霊スポットがあって、旦那が被害に遭ったから、おっぴらには言えないんだけど、いつも釣りに行く場所があるのね。震災の後に周りが舗装されていたところが崩れちゃってたのよ。帰れなくなっちゃってて、いやもう今年はこれ釣りできないかもしれないねって、でも諦めなきゃダメだから、じゃあ別なポイントをちょっと探しに行こうかっていうので回ったのよ。いつもはそこではやらないんだけれども、たまたまね、そこのポイントがみんなね、シーバスとかウナギを釣ったりとか、そういうのですごくこう人がいたのよ。で、このおじさんに聞いたらば、いや、なんか今年はすごく周りがいいので、結構大きい魚釣れたりするよっていうのを聞いたのよ。だけど、私的にはそこから100メートル先にものすごいカラスの群れがいたので、あれ、ここカラスの群れってこんなにいたとこだっけって言って、私だけそこに近づいてったらば、そこのカラスがわさーって飛んでくのよ。ほら、人間が近づくからね。なんだろう、ここ、なんでこんなにカラスばっかりいるんだろうと思ったらば、そこのエリアから斜め右側にある建物が、その昔心霊スポットで有名な建物だったんだけど、今は様変わりしてしまったんだけど、その時の建物の中にいた、噂になっていた者たちがちょっと移動したらしいのね。その移動したところが魚のポイントになってたんで、あ、ここは魚釣りしちゃいけなくなっちゃったなって、ここでやるとろくな目に遭わないから、これはやめた方がいいって言った方がいいのかななんて思いながらも、ちょっとね、下心があって、ここは心霊スポットとしてちょっと有名な場所ですみたいなのを動画撮ってたの。帰ってきて動画アップしようかなと思ったんだけど、データがないのよ。おかしいな、データがないな、おかしいな、私撮ったんだよなって言いながら、じゃあうちの旦那さんが休みで、翌日そこの場所に釣りに行ったの。いやー、そこは行っちゃいけないと思うんだけどな、まあとりあえず何もなければいいかなって。で、一緒に行くお友達がいたんだけど、その日行けなくなって一人で行ったらしい。で、私は仕事だから行けないよって言って掃除にいたんだけど、帰ってきた時に大怪我して帰ってきた。あそこの場所でやったんでしょって言ったら、そうなんだ。あ、やっぱりね、あそこはやっちゃダメって言ったんだけど聞いてなかったのねって。大怪我した場所、そこは別に自殺したとかなんかじゃないのよ。その昔なんだけど、そこで水難事故があった。私が感じたところよりもちょっと外れてるんだけれども、そこにご遺体が上がってるところがあって、そこと対照的に上がったところとなくなったところはずれてるんだけれども、なくなって流されてたどり着いたのが、もう一つのおじさんたちが今年はすごく魚の周りがいいぞって言った場所だ。そういう心霊スポットがあるんだよ。ということで、2つ目ですよ、これね、皆さん。ちょっと若干時間ね、過ぎてしまいましたけれども、今日の立ち上がり、面白かったですか？ということで、今日の立ち上がり、これにて終了させていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。ご視聴いただきありがとうございました。はい、次なん回かはくらないですよ。次回ないですよ。怖い話はね。期待しないでください。い。いやー、まあでもあれですね。やっぱり怖い話って楽しいんですかね、これね、きっとね。ですかね。はい。なんか続々と聞いてて、やっぱり聞き入りますもんね。あ、本当？まあ、実聞き際に入っあっちゃたいかまらすよね。ね。それではまた来週。さようなら。